どもども、おはようございます。今回から新入りが入ります。よろしくお願いします。ごまぞうくん。すぐ進化してドンファンになると思うけど、前回パーティーの電気タイプ耐性が低いということで、露骨に地面タイプ導入しました。炎タイプは、諦めます。で、残り一枠はしばらく先まで、考えときます。ひとまず最初にこのごまぞうを進化させたいんですが、その前に、強くなってるのはお前だけじゃないぜ。今日はそれを見せてやる、勝負だ。なんだってんだよ。ということでライバル戦です。まずはムクバード。本家だったらムックルのままです確か。調べました。それとヴィゼルが未実装なのでメンツも少し変えてあります。まさかヴィゼル系統が未実装とは。これのモセジムの切り札どうするか。オーガムシャラ。ムックル系統はこれが強い。方円のムックルテクポジションの、オースバメも覚えたよね。はい、ヴィゼルの代わりにヘラクロスを実装しました。さすがに先手は取れないか。そろそろもここも進化させてあげないと、相性抜群のムクバードで一気に攻めましょう。あっ、相手のが早いのか。やっぱヘラクロスは捨てたかいな。それか思いのほかムクバードが遅いのか。ヘラクロスって甘い蜜を濡れる木でしか入手できないんだよね。甘い蜜ってあたりの木外れの木ありましたっけ？どこをどう塗ってもヘラクロスが一向に現れなかった記憶があるんですが、出るのはミツハニーばかり。しかもミツハニーはメスしか進化できない始末。オスも何か優遇を与えてあげないとかわいそうですよ。スピアーに進化させてあげましょう。なんやかんやで切り札林がめきました。アーカテイ。ちょっと厳しくなってきたかな？ムクバードやられると草タイプも厳しいな。でもジムも草は突破したし、四天王も草タイプ自体はいないし、そんなに意識しなくていいかな。ポケモンリーグに向けてもパーティーを考えないとな。あ、ちなみにこれからジム戦やポケモンリーグは、戦闘中は回復アイテムなしで、正々堂々戦おうと思います。薬使ったりドーピングしたりすやそや勝てるなぁと思いましてね。その辺はこだわっていきます。ライバル戦も終わったことだし、今回の目的地を決めますか。今回は戸張りしていまで行きます。道のりはさほど険しくないので、まったり行こうかと思います。その途中にあるズイタウンもいろいろありますしね。え、こいつ何？色違い。いつもみたいにレベル表記がないけど、特殊ポケモンか。ボスポケモン。あ、そういえばピクセルモンには、勝てば道具をもらえるポケモンが存在するんだっけ。そいつのことか。なんだ色違いかと思って焦ったよ。特殊ポケモンだし BGM も変えてやりましょう。ちょうど関東出身のポケモンだし。マジカーレベル37か。しかも雷の牙覚えてるし。厳しいなぁ。エンペルトになりさえすれば。防御力に定評のあるミルタンクならどうだ。よしよし。あれ、麻痺が治った。特性が脱皮なのか。あれ、でも脱皮の仕様変わりました。ダイファ時代の時は引っ込んだら稀に治る、みたいな感じだった気がするんですが。こんな糸も簡単に状態異常を治せる特性ではなかったはず。こっちが麻痺っちゃったよ。一回でも崩れて動けなかったら終わりです。頑張れミルタンク。また麻痺った。けどまた治った。優秀すぎるだろお前の特性。さあゴマゾウ、初バトルはお前の圧倒的格上のポケモンだ。自然の恵み、効果がない。あ、そういえば自然の恵みって、木の実によって効果が違うのか。とりあえず勝ったぞい。お、やっぱりなんかもらえるのか。ようわからんアイテムだな。これはドーピング系アイテムか。今更だけどアイキーで図鑑が見れるのね。全部埋めるのは至難の技でしょうね。さ、いろいろあったけどよすがシティから出ていきましょう。また5バッジ目のジムに挑みに来ることになるけどね。さあ来ました。個人的に好きな BGM トップクラスに入ってくるこの BGM の持ち主。209番道路。卵孵化させるためにしょっちゅうこの道に入ってましたね。いやー懐かしいですねー。
あれは御霊の塔。ここに金名刺をはめて地下で32人に話しかけると出現すると言われる。ミカルゲ。私は地下で32人で会えるほど友人が多くなかったので、ミカルゲに会えることは不可能でしたけどね。ちょっとハードル高すぎるんよ。32人はきついわ。ラブラブカップルを粉砕しました。でもちょっと危なかったです。彼が持ってたウソッキーが思いのほか強かった。おっこんなところにショップキーパーが。石を売ってくれるのか。どうして光の石はちょっと安いんだろう。一番需要あるのは何の石だ。太陽の石を使うのは、臭い花と暇ナッツ。月の石は、ニドリーノ、ニドリーナ、ピッピ、プリン、エネコ。光の石は、トゲチック、ロゼリア。ポケモンの種類的に光の石かな。トゲキッス、ロゼリア。両方欲しいですし、ロズレイドは強毒さタイプだし、でも新王トレーナーのロズレイドの所持率にはなかなかのものがある気がする。ということで光の石を購入しました。ここにもちゃんと寄っていかんとね。しかし登れるサイズじゃないなこれ。外から祈りをしておこう。というわけでズイタウンに到着いたしました。神王の中でおそらく最も滞在時間が長かったであろう場所です。ひたすらチャリを漕ぎ続けてましたからね。羽根っこが預けられているようです。こっから可愛いポケモンたちを見ていると癒されますよね。本家だとミミロルがいたんだっけかな。ここでポケモンあるある一つ。育て屋にメタモン預けたままで気づいたら80レベルぐらいまで行ってた。育て屋に預けてレベルアップさせたポケモンは能力値があまり伸びないと勘違いをしていた。私はこういう勘違いをしていたので、主力ポケモンたちは極力育て屋に預けないようにしていました。あそこにポニータが。でも今はゴマゾウがいるから必要なくなりました。なんとか勝てました。レベルアップ。おや？やったぜ。強力な仲間、ドンファンが誕生。これは大きな戦力になりますね。あ、ちなみにステルスロックは黒金ジムでもらった技マシンを利用しております。立派になったな。ポケモンリーグでも十分戦えますよね。にしてもすっごいリアルだな。これからどうぞよろしく、ドンファン。ゴマゾウも進化したことだし。ついの遺跡によって今回は終わりにしましょう。ここではアンノーン側くんですよね。どこか特定された部屋でのみ、びっくりマークとハテナマークのアンノーン側くんだっけ。文字ごとに強さが変わるわけじゃないけど、こういうのってコンプリートしたくなりますよね。遺跡の形状もバッチし再現されてますね。素晴らしい。というわけで今回はここまでにしておきましょう。次回こそとばりジムへ行って、ジム戦に挑もうと思います。次回はみんな大好き、ルカリオが登場するでしょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。